後頭部周辺への攻撃であったため対戦相手にも警告が与えられました。コロンは試合中めまいの症状があったため医師の診断を受けますが試合は続行。鮮やかな KO や豪快な KO で人々を魅了する格闘技。しかし一歩間違えば大怪我も余儀なくされるのが格闘技。そんな格闘技には必ずルールが存在し、ルールに準じて行われるからこそスポーツとして行われています。今回の動画ではボクシングの試合によって大怪我を負った選手を紹介していきたいと思います。後頭部への攻撃。まずは選手を紹介する前に失神する原理を簡単に見てみましょう。基本的にボクシングであろうが MMA であろうが、後頭部への攻撃は禁じられています。それは後頭部周辺に生命維持に携わる小脳や延髄といった生命維持に重要な中枢神経が存在しているためです。自分自身で軽く後頭部を殴るだけでもダメージを負うものです。そしてよくボクシングで見られる失神 KO では、自分自身の胴体に対して頭部が急激に回旋することで脳震盪などを発症し一時的に意識がなくなります。そしてよく言われるパンチが見えていれば倒れない、または倒れにくい、これに関しては見えていれば絶対に倒れないというわけではありません。先ほど出てきたように胴体に対して頭部が急速に回旋すれば失神します。そのため回旋に耐える力よりパンチ力が強ければまず失神します。しかし格闘技には体重制限があり、極めて近い体重でしていれば回旋に耐えやすくなり倒れにくくはなるでしょう。そして人間は視覚から得れる情報が極めて重要になり、パンチを事前に認識していると事前収縮と言われる勝手に力が入りパンチに構える状態を作り出すことができます。この事前収縮と自分自身の意識でさらに耐える力を発揮できると回旋に耐え失神を免れることができるでしょう。なので打たれ強い、打たれ弱いの差は過去に負ったダメージを除けば、ガードをしている、パンチを事前に認識している、パンチの瞬間にいかに回旋に耐えれるか、この3つはとても重要になるでしょう。そして格闘技とは関係ないがこんな研究結果が存在している。人が手で対象物を破棄しようとする場合、手が物体に届く前のリーチングから破棄が完了する破棄運動までの過程において、視覚情報をもとに対象物の大きさや形に応じて四肢の形状を準備する行動である。簡単に説明すると、例えばドアノブを開けるとき、ドアノブに触れる前から脳としてはドアノブを開けるぞという認識が入り、ドアノブを開けるために必要な手の開き具合、力の加減を事前に準備しているのだ。先ほど伝えた視覚情報としてパンチを認識できていれば事前に構える状態を作れるということだ。話は長くなるが、パンチを食らって立てなくなる原因がもう一つ存在する。それは耳の裏に存在する前庭器官へのダメージである。聞きなじみのない器官であるため簡単に説明すると、人間のバランス感覚を司る機能になる。ここにダメージが与えられるとバランス機能が正常に働かなくなり立てなくなる。そのダメージを受けるのがテンプル、いわゆるこめかみへの攻撃と耳の裏への攻撃になる。これをライジンの試合に置き換えると、朝倉未来 VS メイウェザーが分かりやすい。朝倉未来がメイウェザーから受けた耳周辺の攻撃はこの前庭器官を捉えたパンチになるのだ。朝倉未来は試合後インタビューにて、なぜ立てないのかわからない、力が入らず立てなかったと答えていたが、この発言はまさに前庭へのダメージが存在する。子供の殺した人も多いバットグルグルを思い出してほしい。このバットグルグルをした後にまっすぐ歩いたり、ピタッと止まって姿勢維持することは極めて困難だ。これは前庭機能が正常に働かずバランス感覚が失われているのだ。そのためこの耳の裏への攻撃は根性で立つなど言ってられないのだ。正直耳裏と後頭部の攻撃はグレーゾーンに近く、一発ぐらいでは試合が止まることはない。ただダメージは必ず負っているだろう。話は長くなったが、ここからは実際に後頭部にパンチを受け大怪我を負った選手を紹介していきます。プリチャード・コロン。ボクシング戦績16戦全勝 13KO の輝かしいキャリアが後頭部へのパンチによって崩れ落ちることになります。この事故は2015年10月17日に行われたテレル・ウィリアムス対プリチャード・コロンとの一戦で起こってしまいます。試合序盤こそ特に問題なく試合が進行されますが、時間が経つにつれ徐々に後頭部にパンチが飛んでくる。これにコロンは審判に抗議するものの試合は続行。すると3回にコロンは後頭部にパンチをもろにもらいダウン。後頭部周辺への攻撃であったため対戦相手にも警告が与えられました。コロンは試合中めまいの症状があったため医師の診断を受けますが試合は続行。
すると9回にコロン陣営がグローブを外したこともあり試合終了。しかし試合後コロンは強いめまいに襲われ嘔吐、病院に緊急搬送され脳出血と診断され緊急手術。なんとか一命を取り留めるものの221日昏睡状態に陥ってしまいます。しかし意識が戻るとコロンは植物人間になっており、ボクシングは愚か日常生活に戻れないほどのダメージを負ってしまいます。それでも懸命のリハビリを行っており、その映像を自身のインスタに投稿しています。そして2021年にも手術をしており成功したと WBC 公式が発表。これにコロンの母親はニエベス・メレンデさんは、全てがうまくいきました、非常にたくさんの励ましのメッセージや電話で息子の無事を祈り続けてくれた皆さんに感謝しますと綴り、WBC は懸命にリハビリするコロンに、コロンの勇気と人生への愛が多くの人々に感動と感銘を与えてきたことを理由に、名誉 WBC チャンピオンベルトを授与している。そしてこの事故によりコロン側はレフェリーやプロモーターなどに対し、訴訟をしましたが極めて難しい問題のため解決には時間がかかる。このようにルールから逸脱することで死亡事故にもつながりかねないボクシング。ルール改善の歴史。スポーツというものは時代背景や危険性が危惧されればルール改定が行われる。ボクシングでは1983年頃から15ラウンドから現在の12ラウンドに変更されている。このきっかけになったのが1982年に行われたタイトルマッチにて、キム選手が14ラウンド TKO 負けを喫し試合後に倒れ、脳死診断を受け後日生命維持装置が外されこの世を去った。しかし悲劇はこれだけでは収まらず、今度は3ヶ月後に息子を亡くした悲しみからキム選手の母親が自殺。これに韓国メディアだけでなくアメリカにも衝撃は広がり、この悲劇の批判が今度は試合をさばいたレフェリーへ、試合を止めるのが遅すぎたなどの批判がリチャード・グリネに殺到。これに深く傷つき大きな責任を感じ、今度はリチャード・グリネが自身の命を絶ってしまうという悲劇の連鎖に。この異常事態にボクシング界は13ラウンド以降に事故が多いことから世界戦を12ラウンド制に変更。これに WBA は科学的根拠が乏しいと15ラウンドを続けるが、後に12ラウンドに統一。全てのラウンド間の休憩を60秒から90秒の変更。スタンディングダウンの導入。オリンピックではヘッドギアが義務付けなど様々な対応をしてきている。それでも様々事故が存在しておりなくなる選手も少なくない。こちらの資料は全てを網羅しているわけではないが、こんなデータも存在している。2000からの10年間で毎年1000人以上の選手が亡くなっている。1890年から約100年間ではラウンド後半だけでなく前半などでも死亡事故は存在する。ルールがあってこその殴り合い。現在爆発的な人気を誇るブレイキングダウンでは不意打ちでの攻撃が見られます。見えているパンチでさえ大怪我の可能性がありますが、見えていない攻撃を出すなどありえません。大怪我には至ってないものの非常に危険な攻撃になります。この動画が拡散され、そのようなことがなくなり正々堂々戦う姿を見たいものです。